天気めっちゃ晴れ。おいっす、どうも上白と申します。てなわけで今日なんですけど、めちゃくちゃ暇だったということで、以前から DM とかで行ってほしいって言われていた和菓子の食べ放題来てしまいました。あのおしゃれの街表参道にある表参道茶屋さんっていうお名前の場所なんですけど、90分の食べ放題で女性1980円、男性2420円で、ラストオーダーは20分前、全ての商品がオーダー形式で食べ放題らしいでございます。見て、わらび餅、そしてチーズケーキに下ツツツツと行くとプリンとかなんとかパフェもあるよ、お芋もあって、トーストもあります。てなわけで私上白なんですけども、今日一日よろしくお願いします。一度に二品まで頼めるんですけど、最初に頼んだのがこの抹茶のフロート、そしてほぼ個室状態ってこと。この壁が超ありがたい、ぼっち人間からしたらマジでありがたい。じゃあいただきます。大変お待たせいたしました、紫芋のお茶。ありがとうございます。お茶代にしてらしますね。それは食べなかったというですね。はい、ありがとうございます。はい、抹茶フロートのお供にはこちら、なんかハンバーガーみたいになってるんで、紫芋モンブランパンケーキみたいなやつ。あー、いい。このモンブランすごいしっかりしてんなと思ったんですけど、中にアイスがふんわりソフトで入っておりました。ちょっとすいません、よだれが出ちゃって、まあ、冷たいんですけど、まあ最高だねってことで美味しいでございます。で、このどら焼きがさ、ふっかふかなのね。おばあちゃん家の座布団ぐらいふかふかで、すんごい美味しい。あっという間二口三口ぐらいでごちそうさま。フロートを飲みつつ、次のメニューを考えていきたいと思います。まあこれぼっちあるあるだとは思うんですけど、間がね、持たないでございますよね。この食べてる時とかさ、注文する時で、注文待ってる時、はい、行ってきます。アイスラテ、モンブランのお団子みたいなやつ、ダブルフリュー。ダブルでいっちゃいました。うん。お寿司も二貫食いがいいし、お団子もダブル食いがいいよね、やっぱりね。四玉同時食いってことですからね。一口でごちそうさま。早速おかわりしていきたいと思います。モンブランのパフェをお願いします。モンブランパフェが一つ。はい。はい。あともう一品ご注文いただきます。あ、ドリンクは別でも大丈夫なんですね。あ、飲み途中でも全然大丈夫なんです。わかりました。そしたら宇治抹茶プリンをお願いします。はい、ありがとうございます。飲み物残っててももう一品頼めるみたいだから、まあ、合計3品になるみたいな、自分の手持ちがね、最高や。ここで最高のニュース、ドリンクは途中でも OK らしいんで、僕が結構ドリンク大好きだからさ、じゃんじゃん頼んじゃうタイプなんですけど、まあ普通に考えたらなかなか飲めないじゃないですか。だからまあ途中でいいっていうのはすごい優しい、ありがたいって感じで、お待たせしました、こちらモンブランのパフェでございます。うん、アイス。この日なかなか寒かったからさ、アイスがもう食べづらい。で、このモンブランの下にはさっきのどら焼き生地がクッションみたいな感じで刺さってて、あら、いいじゃない。だからどら焼き頼まなくてもこのパフェ頼んじゃえば、モンブランもどら焼きもついてるみたいな。だからまあどら焼きの進化系みたいな、うん、ピカチュウからライチュウになったみたいな、そういう感じでしたね。うん、めちゃくちゃ美味しい。で、このね、下の方にあんみつみたいな、黒蜜みたいのがネバって入ってるんですけど、これがね結構強烈でしたね。はい、喉にはっつきました。こちらはついでに頼んだ抹茶のプリンでございます。うん、プルンプルンです。まあこれはね、もう食べ物っていうか、まあ、飲み物っていうか、なんて言うんですかね、まあプリンです。美味しかったですね。うん、はい、ここでおかわり行きたいと思います。再びね、アイスラテもごちそうさま。今何品かはちょっと覚えてません。焼きおにぎりときなこミルクフロートお願いします。僕この世で一番焼きおにぎりが好きだからさ、頼んでみたんですけど、こんなちっちゃいんですね。かわいいね。あとお供に頼んだこのきなこがまた、きなこフロートなんですけど、めっちゃりきなこ。ほんとね、頭からきなこのシャワー浴びちゃったみたいな、そんな感じでしたね。うん、飲み物っていうよりかほんとにきなこ飲んでます。うん、きなこ浴びてますって感じだから、潤いはしなかったですね。あっ
フルーツ大福のキウイをお願いします。フルーツ大福のキウイ、はい、はい、むしろ若干乾燥したかなっていう気はしました。でもまあアイスは美味しい。そして焼きおにぎりは、うん、二口でしたね、はい、てなわけで次のおかわりはこちらね。一目見た瞬間から食べたかったんですけど、スイーツ大福キウイ、僕フルーツの中でキウイが一番とも言っていいぐらいに好きだからさ、うーむしゃり。でもさ、このフルーツ大福のこのなんていうの、知ってあん、白あんみたいなやつが僕なんとも言えないぐらいの好きなんで、まあうんって感じでしたね、うん、フルーツを味わいたい割にはあんの方が分量が多いから、まあ重たいかなと、はい、思っちゃいましたね。だからまあ食べ放題でがっつり食べたい人は大福はあんまおすすめしないかな。パフェとかを食べた方がいいかもしれないですね。大福は満足感が強すぎました。でこのこちらよもぎのお団子なんですけど、またダブルでごちそうさま。まあやっぱお団子はダブルに限りますよね。そして再びおかわりでございます。あったかいコーヒーと小倉あんトーストみたいなやつですね。僕これ初めて食べるんですけど、うまいうまい、朝食に食べたいやつ。でも思った以上にあんこがぎっしりしてて、これもあれですねあんま食べ放題には向かないですねってことで、フルーツ大福とどっちが重いかって言われたらまあ正直どっこいなんですけど、割と作るのにも時間がかかってる印象だから、ほんとまあ全体的に食べ放題には向かないでございます。食べたい人は食べたらみたいな、まあそういう感じですね。うん、美味しいけど重いかなっていう感じ、うん、ではまたまた再びおかわり。こちらは時間的にラストオーダーでしたね。ホワイトミルクプリンみたいなやつと、あとこれね、これめっちゃ飲みたかったんですけど、ホット黒豆茶、名前がいいんですよ、黒豆茶。他はさ、みんなカタカナで書いてあるのに黒豆はね、和なんだよね。うん、やっぱ和スイーツの食べ放題だったらさ、和のものも飲みたいわけじゃないですか。まあきな粉も十分和ではあったんですけど、これこそ和で、このミルクプリンなんですけど、さっきの抹茶プリンをさらに優しくしたような感じ。食感とかはもう肌触りみたいのはまあ同じものなんですけど、やっぱりねこの味がすごい優しい、最後にふさわしい。でまたフルーツもねさっぱりしてて、途中の小倉トーストとかは結構味しっかりしてたんで、その後だから余計にこの優しさが癒されましたね。アットホームな感じでまた来たくなっちゃいました。私、品物もすごい多かったからさ、一回じゃ足りないでございますってことで、ああごちそうさまでございました。最高に。てなわけで皆さん、よかったら来てみてください。まさまさまさ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他の動画もぜひ見てね。チャンネル登録評価もよろしくね。ではまた。